アークナイツ。視界や信頼は時間によって変わってしまうものではない。そうだろうドクター。陽騎士マーガレット・にあるここに期待する。調子はいかがかなドクター。またドクターのそばにいられることを嬉しく思う ああ、あなたに、光のご加護があらんこと。カジミエイシュで生きていくのは決して簡単なことじゃない。監査会と商業連合会は未だにせめぎ合いを続けているし、栄光が再びカジミエ氏シュを照らす日の訪れは、まだまだ先だろう。私もロドスにいるこの時間にだけ、警戒を解いて。 安らかなひと時を過ごせるのだろうな。彼女たちは元気にしているかリズの具合はシャイニングは無理して戦っていないか故郷にいた間も、よく皆と肩を並べた時の景色を思い出したものだ。彼女たちはかつて、私の気境に同行してくれたが、次はこの陽気士が、彼女たちの理想に。 光を捧げる番だ。カジミエイシュを長く離れて、ロドスでの暮らしに随分と慣れてしまったようだ。志を同じくする騎士が共に歩みたいと名乗り出るび、ここでの日々を思い出す。だが、複雑なデスクワークは想像以上に疲労が溜まるのもまた事実。 まだまだあなたに学ぶことも多いようだ。資本に肯定された勝利に栄光はない。だが、だからこそ私は、信念を宿す者たちと巡り合い、火を灯すことができたのだ。その火が道を照らし、這、はいつくばる者たちに、立ち上がって走り出す力を与えることを、そして闇を切り裂き、 希望を権限させることを、切に願う。ドクター、私のこの思いは、永遠に変わらない。この武器か <laughs> 知る者こそ少ないが、私の祖父は若い頃、ソードスピア使いだったんだ。その後父がそれを継ぎ、私にも剣術を教えてくれた。 故郷に戻った時に小さい頃のそんな思い出が蘇った。この武器を取ったのはただそれだけの理由だ。マリアは自分の本当にやりたい仕事に気づいたらしい。あの子は才能があり苦労もいとわないし、ゾフィアもいるから心配などはしていない。今にして思えば、マリアには剣よりも カジハンマーの方が向いているのかもしれない。あの飾らない情熱が永遠に続いてくれることを心から願っている。カジミエーシュにある争いは他と性質が違う。表だった攻撃も水面下の策略もなく、膨張していく欲望とねじ曲げられたルールがあるのみだ。だからこそ、 マリアたちがロドスに長くいられるのは、いいことだと思う。志を同じくするものは少なくないが、我々は依然として砂漠に、美徳の砂漠に身を置いているのだから。この崩壊寸前の時代で、私はかつて、孤独を感じていた。しかし、シャイニングとリズが私の運命を照らし、 ロドスが私の居場所となった。私は他人に照らされたことがあるからこそ、はっきりと分かっていることがある。ドクター、美しき願いと固い信念があれば、この大地は変えられるんだ。まだそれほど疲れてはいない。あなたが先に休むといい。 戦術細部に若干の調整が見られるな。ふん。再びこの場面を経験できるとは嬉しい限りだ。苦難と闇を恐れるべからず。ドクター、私があなたと共にある。この手に光を握っている限り、そして信念が朽ちない限り、 この大地の区役では、私の歩みを止められない。新たな武器を持ったことで、これまで通りの作戦スタイルとはいかない。編成には気を払ってほしい。あなたの教えを肝に銘じよう。苦難と闇を恐れるべからず。 罪悪は裁かれるべきだ。あなたの命令を待つのみだ。ああ、準備はできている。私が先陣を切る。私が障害をすべて取り除く。日輪よ、私に頷け 光があなたに染み渡らんこと。長き夜も明けるときだ。遺構をこの手に宿すのは、世の悪行を一掃するため。命をあなたに預けることを、わずかとて躊躇したことはない。いつの日か、私たちは暗い霧を晴らし、 光が差し込むのを待つ。より良い明日を待つんだ。彼らが再び正しい道を見つけられることを願う。諦めるのはまだ早い。ドクター、ここは私一人に任せて欲しい。舞台の立て直しはあなたに頼む。以前の部屋をまだ残していてくれたのか。 感謝する面倒をかけたはあただの悪ふざけかドクターまたドクターの蔵書に触れられるとは何とも奇妙な感覚だこの本をマリアに貸してやってもいいだろうか